はい、それでは次の場面です。どうぞ。もし伝わらなかったらどうすんのよ。それはその時のことよ。とにかく人事を尽くして天命を待つ、これっきゃないって。その通り。人事を尽くして天命を待つ、これもよく言われることですが、ただしですね、もう上の方で人事は決めちゃったんだろうから、あとは上からの命令を待っているより仕方がないんだというですね、そういう諦めの言葉ではありません。人事、人間としてなすべきことを全部やったと。しかしですね、物事には運不運がありますから、あとはですね、運に任せようというですね、やるだけのことは全部やるということが大前提でございます。そして運を待ってみましょう。